日常運動の食文化にようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらセブンイレブンで販売されているマリオシリーズコラボ商品を食べたいと思います。といってもちょっと全種類買えなかったので今回は3つ買って食べてみたいと思います。まずこちらマリオのミックスロール、キラキラスターの牛乳寒天、ピーチ姫のトイレ、ミックスロールを食べて力をつけスターの寒天で無敵になってピーチ姫を助けに行く、そんな感じのストーリーになってますね。マリオシリーズ35周年おめでとうございます。自分もゲーム実況チャンネルの方でいくつか作品をプレイさせてもらっているのですが、当然今回の発売を聞いて食べるの楽しみにしてました。マリオのミックスロールからいきますね。おー、ナポリタンと卵とコロッケかな、おが全部入ってますね。本当にいろいろ入ってて、まさにミックスの、はい、ではいただきます。ゲーム実況だけでなくこちらでもマリオと会えるとは本当に思ってなかったです。やば、本当に無敵になれそうですね、これ食べたら。チャンネル登録よろしくお願いします。マリオのミックスロールは食べた箇所からそれぞれの味を、具材の味をしっかり感じることができました。ナポリタンだったらナポリタンのケチャップの酸味が口の中にふわっと広がってきて、麺の食感も程よくてとっても美味しかった。コロッケと卵の方ならコロッケと卵のしっとりとした味わいが口の中に広がってきましたね。ボリュームも満点で食べ応えがあり、まさに主役というのにふさわしい美味しさでした。ただちょっといろいろ入りすぎてて混沌とするかなっていう部分もありましたので、こちらの点数とさせていただきます。そして2つ目に食べたこちらのスターの牛乳寒天、スターはフィルムに書かれてるだけなので食べられないのはちょっと残念ではありますが、食べられるスターってどんなんですかね。がパイン味のさっぱりとしたソースと牛乳寒天が非常に相性が良く、パクパクと食べ進めることができました。牛乳関連の弾力もありますし、カロリーも控えめなのでちょっとそういった面でも無敵かもしれませんね。ただもうちょっとパインの酸味があってもよかったかなという部分もありましたので、これもこちらのペーストとさせていただきます。そして最後に来たピーチ姫ドルチェ、ピーチなのにイチゴ味、桃じゃないんだってちょっと突っ込みたい部分もあったのですが、これもムースなのでちょっと食感がもったりとしていて、口の中でそれが口の中とろけていくことによって徐々にイチゴの味を感じることができて美味しかったです。待てよ、ちょっと今気づいたんです、これもしかしてピーチ姫の衣装と合わせてる、なんとなくそんな気がしてきたぞ。上が黄色で下が赤色やピンクって、まあなんか今更感ありますけどね。今回の3つの中ではこれが一番美味しかったのでこちらの点数とさせていただきます。まあ、あと食べられて今回食べられなかった商品もまた追っておいおい食べていきたいと思いますね。ただヨッシーのメロンパンに関してはちょっと申し訳ないのですが、自分はメロンが苦手なので今回はレビューの対象からは外させていただきます。で、まあ、それではカゲロウは後悔するかな今日この日、一体何をしてしまったのでしょうか。で、多分この動画が上がってる頃にはスーパーマリオ 3D ワールドプラスフューリーワールドの実況動画をゲーム実況チャンネルで上げてると思いますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。その他これまでやってきたマリオゲームの実況動画の再生リストのリンクも概要欄に貼り付けておきますので、そちらもぜひ見ていただけると嬉しいです。そしてもちろんこの動画を見てコメントしていただけると、高評価していただけると、拡散していただけると本当に嬉しいです。ちょっといつもと変わりますが演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。